この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。さあ今週も先週に引き続きゲストが来てるんですけども、はいはい、今回はこちらあべのハルカス近鉄本店に来ております。こちらの方で何か買いたいものがあると聞いたので、うん、僕らお手伝いしようということですから、はい、呼び込みたいと思います。大阪支部は高畑式選手です。どうぞお願いします。今回のゲストは大阪支部所属の人気女性ボートレーサー高畑式選手。買いたいものがあるということでアベノハルカスへと寄ってきましたが、何を買うのよ。あのベッド。ベッド。シング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 。ベッド。買うの。モテるんですか。マットレス。マットレス。マットレスね。びっくりした。本体買うんかと思って。まあ、だからレーサーの皆さんもみんな持ち込んでますもんね、宿舎に、はい、それを買う、はい、それでは行きましょう、レッツゴーということで、しきちゃんがマットレスを買いたいということで、はいはい、今回はこちらでございます。おおエアウィーヴさん、なんと、はい、もう浅田萌さんお決まりのエアウィーヴさん、全面協力で高畑式を支えます。澤野さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう澤野さんに聞いたら、はい、全ていいマットレス紹介してくれるんでお願いします。お悩み解決させていただきますよろしくお願いいたします。じゃあ式さん、どういった製品をお探しですか。爆睡してきたら嬉しいですエアウィーヴ爆睡にはちょうどいい寝具でございますので説明が雑ですボートレーサーなので、はい、あの宿舎に入るんですよね、はい、宿舎にマットレスを持っていきたいんですよね、はい、そうです。やっぱり毎回同じ感じで寝たいどこに行っても、はい、っていうことですよね、はい、だから持ち運び用、持ち運び用です、ね、こういう感じの、はい、まさにこちら前に置かせていただいてる持ち運び用のタイプですね、選手よく持ってますよねこれね、うん、そうですね、はい、これが欲しい、はい、これが欲しいぞありがとうございます。それこそ浅田真央さんだと、はい、錦織圭さんがもう衛星の時にご使用いただいていた持ち運びのタイプでございます。世界の2人が持ち運んでますから、はい、それはどうやったら体に合うとか分かるんですか。いいパスをいただいてありがとうございますちょうどこちらにある機械でですね、もう寝具ってやっぱり人によって必要な硬さが全く違うんです。違いますよね、はい、なのでその高畑選手にはどのような硬さの寝具が必要なのかというのをこちらの機械で測定させていただくことができます。で失敗しないってことですよね。そう、いろいろ分かって体に合ったマットレスを選んでくれますから。ではですね、今入れていただいた情報と正面からのお写真、そして横からのお写真ですね、1枚ずつ撮影させていただくことでどれが一番ぴったりかっていうものが、すごいすごい、撮影させていただきます。はい、ありがとうございます。あー、ちょっとあれですね、首が入ってますね首入ってますわ、はいはい、でそのように2枚撮影できましたので情報プロードしていきますね。なんか面白いもうすぐに結果出るかと思います。すぐ出るんですか、はい、すごいねこれ。ありがとうございます、はい、おその石川佳純さんのパターンですね。へ、やはり腰が固めのパターンがおすすめという結果でございました。なんでなんですか。これがもうその立ち姿勢だったりとか、あと筋肉のつき方だったりとか、そういったところを総合的に判断して、その AI がこの5パターンで振り分けているというふうに言われます。やっぱ首があれなんじゃない。ちょっと猫背なんですか。ね、猫背なんて、うん、柔らかくしてファーみたいな、うん、でも腰は支えようっていう。そうですね、やっぱり腰一番重たいところはしっかり支えて、簡単に肩周りが柔らかいとその肩甲骨のあたりってやっぱり人間敏感ですので、そこの肌あたりが優しいと眠りやすい。また横向きにした時もあの圧迫感を感じずに眠りやすいというのがあります。それは試せるんですか今。あ、もちろんでございます。これ寝転んでいいんですか。もちろんでございます。あ、じゃあ、ありがとうございます、ね、というわけで高畑式選手の体に合った硬さのマットレスを試してみましょう。もう座っただけでやばい。気持ちいい。気持ちいい。どう。めっちゃいいと思います。分からんけど。めっちゃいい。多分めっちゃいい。分からんけど。分からんけどいい感じです。枕の高さですね、ちょっと調整させていただきます、はい、確かにちょっと高いかもしれない。もうちょっと高かったですよね。
こういう時にですね、中のシートですね、見てください。2枚入ってます。2枚入ってます。じゃあちょっと今の高さだと2枚とも抜いてしまった方が多分合うかなと思います。はい、私も2枚抜いてます。あ、こっちの方がいい。最高でしょ。先ほどよりも綺麗でしょ。めっちゃいいです。まあ、全然宿舎よりいいです。そらそうでしょ。あの、すいません、宿舎と一緒にされたら怒るよ。そらせっかくなんで、ね、この寝返りの打ちやすいところ、寝返り寝返り、ちょっとお試しいただいてから腰のところ変えてみようと思います。こういうことですよね。そうです、そうです。そうどう、あ、多分いい、多分いい。ありがとうございます。すげえ可愛い靴下履いてる。寝る時ってどういった体勢が多いですか？こうが多いかも。あ、そっちか。そっち向きなんや。そっちか。どうでしょう、こっち向きが重要視されてます。そうですね、もう全部が硬いベッドマットレスだったら今みたいな横向きっていうのもやっぱり圧迫感があってしんどいっていうのがどうしても出てくるんですけど、肩だけ柔らかくしてるのでこの圧迫感、そうか、上から逃げるってこと。あ、そうですね。ちょっと腰のところの硬さ、ちょっと変えてみましょうね。マットレスの硬さを少し変えて違いを感じてみましょう。よし、柔らかめ標準標準です、はい、さあ、あ、硬い。いや、さっき硬めやったやつ。え、さっきよりも柔らかかったです。ちょ、ほんまに。え、でも痛くないですか。やった。あれ、どう。でも、え、なんかもう脳がわからない。どう、どう、ちゃう、どうですか。うん、若干確かに言われてみた、うん、でもさっきの方がなんか良さそうな気がします。さっきの方が良さそう。やっぱりね、さっきあの測っていただいた通りのパターンだったので、マジでしっくりくるっていうのはあると思います。さっきの方がしっくりきます。すごい。ありがとうございます。それのマットレス版が欲しいですよね。そうです。上に重ねるタイプです。はい、それこそあのこの店頭に置いているポータブル01という製品なんですけども、はあ、これは今お試しいただいた西堀圭さんと同じタイプ、肩だけ柔らかめ、あとは標準ってなってるパターンの製品なんですね。ほうほうほう。なので、はい、あの高畑選手にぜひお勧めさせていただきたいのが、来たよ、お、新しいの出てきたよ。こちらのポータブル02という製品なんです。こちらは今お試しいただいたベッドマットレスをそのまま薄くしたよ、中身が3分割になっていて、表と裏で変えられますという製品がこちらでございます。こんなコンパクトになるんですね。え、すごい。ちょっと見てみる。ちょっと中身開けてみますね。いいですか。もちろんでございます。開けてもろて。この色を持ってる人いなくない？みんなあの色よ。これ新しい。あ、そうですね。ほら、やっぱりこの薄さで表裏を変えるっていうところにかなり技術が必要で、はあ、もう最近出た製品でございます。え、こっちは変えれないんですか？こちらはもう大きい1枚のものが入ってるので全部もうずっと一緒です、うん、日々の体調に合わせて、例えば今日はちょっと腰もう少し肌当たり優しくしようだったりとかっていうこともできますので。ただね、はい、そんな几帳面な人だとは僕は思ってない。いやいや、そんなことないです。ボートのエンジン整えるみたいに自分の体も日々の調整していただく、はい、うまいこと言う、うまいこと言う。急にボート入れてくるやん。昨日これだけ考えてた。それだけ考えてくな。じゃあこちらぜひお試しくださいませ。次はこっち。これ中を抜いて変えれるんですか？中、先ほどみたいにカバー開けていただいたら表裏ひっくり返したら、こうやって寝てもいい。最高。こうやってテレビ見てもいい。ああ、最高やん。こうやって本読んでもいいし。ほなもう枕も買わなかんやそれ。ぜひぜひ。やば。ちょっと一回寝させてもらっていいですか？ぜひぜひ。寝させてください。だから疲れてんのよ。そうだから疲れてるって。どういうこと？まずちょっとシート2枚の状態からお試しいただきますね。全然違うかな。全然違います。あ。あ、ちょうどいいかもしれない。普通にタオルだけを。ちょうどいい。タオルだけよりもやっぱ違いますね。それは絶対違いますよ。違う。ちょっとね、髪結んでらっしゃるところもあるので、それ外すと本当に高さこれぐらいでいいのかなとは思いますね。どう？めちゃいいですよ。めちゃいい。うん、最高。なんか枕を私タオルだけでもいいのかなとか思ってたんですけど、やっぱちょっと悩んでたんですよ、うん、でも普通の枕だと高すぎるんですよ、うん、だから低いのがいいよ。そうそう、こんなんがあるとは。こちらの商品ですね、あのスーツケース入りますんで、はい、スーツケース。私違う、私そんな移動ない。いや、でもめっちゃいいかもしれない。本当に田中みな実さんがもっと低い枕の需要はあると思うというところから。あ、確かに女子ね、最近使わない人多いんよ本当に。美容の神様、さすが。どうですか、お買い上げ。めちゃくちゃいいです。
レーズ1万2000円。1万2000円です。どうしよう、めっちゃ悩むやん。めっちゃ悩む。悩むよね。でもあれをにするんやったらこっち選べる方が絶対いいですよね。そうですね、絶対いいと思う、はい、この最新版、うんうん、じゃあこれに。あ、ありがとうございます。値段聞いてへんで、ね、値段聞いてへんで、ね、もうこれでみたいな、めちゃめちゃかっこいいやん。値段ですね、値段ですよ、値段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 もらえない、値段聞きや。こちらのポータブル02という製品ですね。シングルサイズで14万8800円。高すぎやろ。バカ高いやん。倍、思ってた倍ぐらいしたんです。危ない危ない、値段ヒント。これで睡眠の質上げていただいて、ええ、稼ぐ商品上げていただいて、早めの投資ということで。そういうことですよね。そんなあれに気づけますかね。本当に気づいたのは、寝るとこはめっちゃお金をかけてもいいと思っている最近。本当の睡眠の質で本当に生活変わりますから。え、長嶋さんだったらこっち買います。俺やったらこっち買う。じゃあこっちがいいですもん。うん、俺絶対そうやと思う。そのやっぱ新しいもんは開発されてるってことですから。そうですね、そうですよね、はい、で、あのカバーの色でわかるやん。あれあれなんかちょっと資金なんで青なん。私ちょっと一番最新版買いました。え、あんの。確かに今からね、選手内でこっちの方がみんなが流行り出すかもしれない。そう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 、特別感も相まって非常にいいかと思います。え、こっちですよね、やっぱり。やっぱりこっち、やはりおすすめはこちらですね。こっちにします。うわ、ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ購入してみてください。ご案内いたします。ご案内してください。そう、これは自分への投資。今まで以上にレースで勝てるなら15万円のマットレスも安いと思えるでしょう。さあ、ということで、はい、高田式選手の休日いかがでしたか。しっかりショッピングできました。はい、ありがとうございました。買いましたもんね。はい、買いました。買いました。これが送られてきますんで、ね、いやでももう一人何を。え、じゃあ、いや買ってるやろ枕。そう、結局ちょっとやっぱり気になっちゃって。いやでもこれでね、しっちゃんがねしっかりと睡眠をしていただいて活躍してもらったら僕ら来た回あるんで、はい、ちょっとお願いしますね。はい、頑張ります。頑張りましょう。ファンの皆様に今年の目標をお願いします。A1 に戻れるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。そして宿舎ではよく寝ます。ありがとうございます。ということで今週はこの辺で、さよなら、また来週。バイバーイ。次回のボートの時間は、長島のバーに今勢いに乗る若手がご来店。全部わからないけど。ボートレース住之江では4月1日からサンケイスポーツ基礎立つ第53回飛龍賞競争が開催されます。また4月6日にはレーサーズアイ住之江1マーク観戦ライブが行われます。詳しくはボートレース住之江のホームページをチェック。ウィークリー大阪支部、ご覧の選手が優勝を飾りました。おめでとうございます。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ。クオカード10名様に有料席 MC と招待券を10組20名様にプレゼント。番組ホームページ、もしくはハガキにてどしどしご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。